植物にも感情がある。どうも、一星です。今日はですね、最近流行ってるらしいザミオクルカスっていうね、里芋科の植物を紹介したいなと思います。じゃじゃん、こちらなんですけど、すごいね、小さい苗なんですけど、これね、なんかザミオカルカスって書いてるんですけど、一般的にはね、多分ザミオクルカスっていう方の名前で出回ってるんじゃないかなと思います。葉っぱこんな感じですね。こんな感じ、可愛いでしょ。なんかすごいね、小さいんですけど、ホライゾンさんでたまたま見つけて購入させていただいたんですけど、こんなくらいの小さいサイズのザミオクルカスはあんまりね、なんか出回ってることはないですよって店長さんが言ってました。ちょっと可愛かったんで購入させていただいたんですけど、家帰ってきてインターネットで調べたんですけど、里芋かだっていうこともちょっと知らなかったし、最近ね、なんか流行ってるらしいんですよ、このザミオクルカス。僕はちょっと知らなくて、初めて知ってね、本当初めて育てる植物になるんですけど、大きくなったね、株をインターネットで見たら、なんか結構おしゃれな感じというか、すごいちょっと変わった感じでね、こう上に葉っぱがこう生えていく感じだなと思って、ちょっと今ね、ここに出してみますけど、一斉の動画 Google でね、ザミオクルカスを調べた画像になるんですけど、こういう感じで、なんかちょっとおしゃれというか変わってませんか、この感じとか、これとか、ほら、葉っぱのね、下から生えてくる感じがちょっと不思議な感じっていうかね、葉っぱが連なったみたいに見えるっていうか、なんか全体的におしゃれな感じしません？ちょっと変わってますよね、ほら、これとか。ね、ザミオクルカスってなんか僕にはすごくおしゃれに感じるんですけどね、この葉っぱの感じが。うちの子はね、まだすごい小さいんで、で今横にあるスマホの画面と比べてもすごい小さいんでね、こんな風にね、どうやったらなるんだろうと思うんだけど、きっとね、育てたらなるんだろうなと思って、素敵ですよね。なんか成長がすごい楽しみな感じだなって今思ってます。ちゃんと上からこうアップでお見せしますけどね。葉っぱはね、なんかそんな硬くもないですけど、めちゃくちゃね、柔らかい葉っぱでもないですね。なんかすごく普通かな。だけどなんかパッと見、里芋科だってわかんないですよね、これ。一斉の動画。ハイドロカルチャーだな。だから、ハイドロで育ててあげようかなと思うんですけど、ハイドロだと大きくするの難しいかもなと思うんで、途中でね、用土植えに変更するかもしんないですね。大きくなったのね、見てみたいなって思うんでね。ちょっと最初はね、せっかくなんでハイドロで育ててあげたいなと思ってます。てかめっちゃ可愛いっすよね。てかさっきの親株見たらあんな感じに本当になるのかなって、ちょっと思うんですけどね。これだけで見たらなんかあんな風になるとは思えないっていうか。まあでも、里芋科ってことはね、成長する速度もきっと早いんだろうなと思うんで、意外とすぐにあんなぐらいまで大きくなるのかなってちょっと思ってますね。はい。大切に育ててあげたいなと思ってます。一斉の動画。はい、そんな感じで今日はザミオクルカスを紹介してみました。大きくなったらね、また紹介したいなと思います。僕ですね、 Twitter と Instagram もやってるんで、よろしければフォローの方をよろしくお願いします。チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。